こんにちは、ジャッキーです。石垣島の美ら海でサップを楽しんでます。今日のサップツアーは少し沖に出て波が高いのを体験したり、そして最後はサンセットを眺める贅沢なサップツアーです。本日のサップルートはスクージビーチを出発して北上、大きな岩山を外周して少し沖に出てから折り返してビーチに帰ってサンセットを眺めます。Google マップではこんな感じです。風が強かったため影響が少ないポイントへ行きました。石垣島周辺の海はリーフや遠浅など特有の地形があり、危ない場所もあります。知識のあるガイドさんなどに案内してもらいましょう。早速キノコみたいな岩が現れました。こういう岩の近くには危ない突起の岩とかも潜んでいるので要注意です。景色に気を取られてサップボードがぶつかったら落水の原因になったり危ないですよ。ちょうど海面部分がくびれているのは波に削られているんでしょうか。数年後にはもっとくびれが細くなっているかもしれないですね。絶え間なく押し寄せる波の力ってすごいですね。初めてのサップポイントでは楽しくて周りの景色に夢中になっちゃうんですけど、浅い場所とか岩の近くはゆっくりと進んで気をつけてるチャッキーです。怪獣に食べられちゃいました。気がつけば太陽が水平線に近づいてきてます。ガイドさんがいると帰る時間を気にせずお任せできるので思う存分サップを楽しめます。おお、大きな岩の間を通れるみたいです。南国植物と岩、迫力がありますね。久しぶりのサップで体力が持つか心配でしたが、のんびり漕いで休憩も長く取れたので片道2キロでも全然疲れませんでした。ちなみにこの日は午前中にシュノーケリングもしてるんですよ。そろそろ沖に出そうな雰囲気。海の色も濃くなって深そうです。ここから先は右にあった崖や岩がなくなって風の影響をもろに受けます。泳げないし深い場所では落ちたくないので座りこぎで立ち向かいます。やばいポイントなんです。波が出て風も吹き始めました。のんびりもいいけどちょっとは難しいポイントもこぎたいですよね。左手には大きい岩山があります。少し風が収まったので立ち上がってみました。暖かい時期なら海に入ってぷかぷか浮いたりしても楽しそうです。しかし浅瀬はサンゴが生息している場所もあるので、うかつにバシャバシャと遊んで踏んでしまったら大変です。今度はサップの上でティータイムです。温かい飲み物とお菓子をいただきました。いつもは自分で軽食のパンを持参しているのでありがたいです。アウトドアスポーツは自然相手なので天候やサップポイントの状況を判断できる、そしてゲストの体力などを見極めて案内してくれるガイドさんで私にはぴったりでした。ではビーチに戻りましょう。サンセットが待ってます。行く時とは反対から見る景色なので不思議と飽きずに楽しめます。朝から夕方までずっと海で遊んで過ごせるなんてすっごく楽しかったです。もうすぐ日が暮れますね。ビーチでサンセットを眺めて本日のサップは終了です。本日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたらぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週も見てください。バイバーイ。